はい、どうもアダムの店長の渡です。ブッキングマネージャーの福です。スタッフなおです。あの明日5月の16日の土曜日、あのうちのブッキングマネージャー福ちゃんが率いるプピリットパロのですね、ワン配信ライブがはいアダムで行われるんですけれども、はい、ワンマンライブやらさせていただきます。はい、まあ、ちょっと福ちゃんが言いたいことがあるということだね。そうなんです。はい、何がどうしたんですか。そうですね、明日ワンマンライブ、はい、やるんですけども、うんうん、その配信のワンマンライブのチケットがですね、はい、全然売れてないんですよ。全然売れてない。はい、全く売れてない。全く売れてない。これは全くか。え、何枚ぐらいなんですか。今48枚ですね。あ、48枚っていうのは別になんか悪くないんじゃないかとちょっと思ってしまう部分もあるんですけど ね、買ってくれてる方は本当にありがたいんですが、革命ギグこの間2週間前何枚でしたっけ。2週間前は、最終88枚でした。あ、確かに88枚から比べるとちょっと48っていうのは、前日でこの状況はやばいなと。革命ギグの前日は前日60ちょっとぐらいやったんで、そのより低いんだ。よく覚えてるね。すげえもう敏感になってましたからね。あ、目標とかはじゃああるんですか。目標はやっぱバンドなんでアダムソールドしたいんで150ですね。150ですよ。150、そっか。でも、うん、俺の予想よりも目標が高いんだ。いや、高くいかさせてください。100くらいかと思ってる。全国各地ね、もう僕のね、田舎の秋田の方だったりとかも、まだ買ってない人多いんじゃないかなと。ね、秋田まで情報が届いてないんじゃないですかね。届いてないのかな。宣伝の仕方が。宣伝の仕方、この前ね、お客さんになんか説教されました。宣伝の仕方が良くないよって言われて、もっとこういう風にやった方がいいって、アダムのツイキャスで言われました。チケット買えるんですか、配信チケット。配信チケット、在庫ってところで、ね、いや、簡単なんですけどね、めちゃくちゃあのアカウント登録ね、ちょっと名前ポチッと入れて、情報持てばすぐ買えるんですけど、みたいな。いやでもね、俺も昨日、うん、一昨日かあのシャクさんにあのズームの使い方をレクチャーしたんだけど、やっぱね、できない人はできないんだよ。そうですね。できない人はもうできないから、高い壁かもしれない。もうとんでもなく分かりやすい動画とかをちゃんと作った方がいいよ。もう文字だけで、文字では説明できないと。まあちょっとシャクさんにズームはマジで、シャクさんズームに3、40分入ってこれなかったんだ。やばいか。渡辺さん、ちょっといいですか。はい、僕らのプピットパロの公式のツイッターのトップページにですね、画像一個一個ずつあのスクショして、で、もうそれも文も一応まとめたやつもテキストのやつも入れて、画像をどんどん一個ずつ進んでいくとこういう感じになるよっていうのを全部貼り付けてるんですけど。誰も見てないんじゃないですか。誰も見てない。そもそもはもうみんな新しい MV とかも見てないでしょ。やっぱバンド名が覚えられないもん。まあ150人っていうのはちょっと、まあちょっとちょっと彼の妄想が過ぎるな。先週ディスペイドがライブやって、はい、93人だったじゃないですか。そうなんですよ。それで、ね、そこからと思ってるよ。ちょっとね、ディスペイドに負けたらちょっとやばいかなっていう。いや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 、本当にやばいです。もう誰もお前の言うことも聞かないです。合格もしたし、そうね、落ち目なんだよな。落ち目って言われるからさ。落ち目って渡辺さんが言ったらみんな落ち目って見るから。人として落ち目みたいな。まあ運気を変えたいですね。でもそれが面白いの、ライブはどうなの。とてもいい歌をやってるなとは自分では思って。どんな曲やるのよ。基本的にあれですね、基本的にいや、ね、いろいろ歌ってるんですけど。どんないい曲やるの。胸が熱くなるようなこう、ね、青春漫画のような。じゃあ1曲目何。1曲目今から変えたら、じゃあ瀬戸利投票ワンマンとかにしたら。瀬戸利だ。今からです。今からまあもうそれで一番悲しいのは、24時間切るよ。ツイートがあんま来なかった時ですよね。一番悲しいのはそれなのにチケットが伸びなかった時。瀬戸利だけ固定されて。縮小、もうそんな、もう10年間やってきたのにバンド、もうある意味だってこの全国の人が平等に見れるタイミングで10年の集大成じゃないですか。そうですね、もうね、全国のファンが一斉に見れるライブで、うん、そうなんですよ。チケットの枚数が
ね、48 ふざけるな48は悪くないと思うけどな。これは本当に、うん、あの本音としてそう思います、うん、まあちょっと彼は納得いかないみたいなんでソロより少ないのはね、それより少ないのはね、ないですね、ソロは。まあね、確かにね、うん、瀬戸利をなんか書いてたら考慮されるかもしれないよぐらいにはしてきますか、じゃあ、うん、ああそうですね、はい、しろよお前ちゃんと。わかりました、ちゃんとします。明日なんで在庫というサイトで売ってます。全ては、買い方とかはですね、プブリットパローの、公式ツイッターとかホームページとかに、はい、載ってます、載ってます。本当にやり方から、配信ライブね、初めて見る人とかも多いと思うんですけど、まあそれはこれで結構楽しいもんだなと思っておりますので、ぜひともチェックしていただければと思います。じゃあうちも、頑張ってかっこよく配信したいと思ってますんで、それではまた明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってます。